じっちゃんたち元気してっかな。え、すぐ片付けて。
よし。
急いで行かねえと。いいもん手に入れたな。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。ヤッホー。やっヘヘヘどうまったく。よし、うん、あ、へへ、まったく、うん、おい、へへへ。ちょっと、本気で来るんだな。いやあっ、よっ、どうしたカカロット、そんな程度じゃないだろう。あのね、
何？何？いいわよ。ギギッ。もうちょっと早く行けそうだな。そうな滝だな。ちくしょう。頑張れ。
ランキュいや、いや、ちょっとおいおい、修行でもすっか。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。嫌だな。さっさと片付けちまうか。
か嫌がんな。さっさと片付けちまうか。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。なんか僕がやっつけてやる。使命か。嫌がんな。さっさと片付けちまうか。うまそうなもん見っけ。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。飲むと強くなれんだよな。手に入ったな。
か嫌がんな。さっさと片付けちまうか。何か嫌がんな。さっさと片付けちまうか。なんか僕がやっつけてやる。なんだこれ。大魔王封じ。嫌がんな。さあすぐに片付けて。その程度だったか。火が見せてくんのがわかんな。すんげえうまそうなもんみーっけ。ヒヒヒ、いいもん手に入ったな。すんげえうまそうなもんみーっけ。やっ、よし。Yeah.
どんな願いも叶えてやろう。さあ、願いを言え。どこをほつき歩いてただ。そんな妙竹林な格好して、それにご飯ちゃんまでそんな格好で。 いや話すと長くなるんだけどさ。はあ、3年後に人造人間が来るからご飯ちゃんを修行させてけれって。まあいいだろ。いい加減にしてけれ。冗談じゃねえ。悟空さ、どこまでご飯ちゃんの勉強の邪魔したら気が済むだよ。勉強もわかっが、3年後には地球そのもんがやばくなるかもしんねんだ。ダメだダメだ、なんと言おうと許さねえ。じゃあおめえは地球の未来よりご飯の勉強の方が大事だって言うんか。当たりめえだ。ご飯ちゃんの勉強の方が大事に決まってるだよ。いい、さすがにそりゃねえだろ。ま、頼むよ。仕方ねえだ、これが最後だべ。父だけんど3年経ったら絶対憲法をやめさすからな。本当にすまねえ父。スーパーサイヤ人にも弱点があったか。よし、そんじゃ修行に行くとすっか。悟空、悟空よ、聞こえるか。ん、この声、神様か。うん、よく聞こえんぞ。久しぶりだな。よくぞ地球に帰ってきたな。待っていたぞ。早速で悪いのだが、お前に大事な話がある。神殿に来てもらえるか。え、今じゃねえとダメか。ほら、これから修行が。皆にとっても大事な話なのだ。みんなに、あ、わかった。今からそっち行くよ、神さん。うん、待っているぞ。ピッコロ、ごはん、悪いけど、俺神様のとこ行かなきゃなんねんだ。おめたち、どうする？何？神だと？俺は奴のところになど行くつもりはない。そっか。じゃあ、おめたち先に修行しててくれ。わ、はい、お父さん。でも、お父さん、場所ってわかるの？ピッコロとご飯の木探れば、なんとなく場所は分かっさ。大丈夫かな。そら、行った行った。オラがそっち行くまでピッコロとしっかり修行してんだぞ。任せておけ、久しぶりにしごいてやる。そんな。神様の大事な話か、なんだろうな。
神様の大事な話か。なんだろうな。この鈴なんか見覚えがあるんだよな。神様に会う前にカリン様からもらったやつかな。よっ、神様。ミスターポポモ、久しぶりだ。待っていたぞ、孫悟空。で、一体何の用だ？ドラゴンボールについて話があってな。シェンロンの調子でも悪いんか？いや、私の死、私の存在そのものが消える、その時が迫っている予感がするのだ。な、あくまで予感だ。そこまで深く考える必要はないかもしれぬが。もう、わかった。予感なら外れっかもしんねえしな。だが、もしもの時を考え、願いは今のうちに叶えておくのだ。よく考えて使わねえとな。分かったよ、神様。もっと、そろそろ戻らねえとな。ピッコロたちは、あっちか。やじろべえ。オラを呼んだっちゅうことは、なんか用でもあるんか？そういうこと、頼みがあるんだぎゃ。なんだ頼みって？先祖だわ、先祖。カリン様がまた育てるってよ。それにゃ肥料とか必要でよ。それ集めんの、おみやさんに頼もうと思ってよ。なら、おめえが集めに行けばいいじゃねえか。俺は忙しいの。どう見ても暇そうじゃねえか。うるせえ。どうせ先祖はおみやさんたちが使うんでしょう。自分で探してくるのが当然でしょうよ。それもそうか。相変わらず軽いやつ。よし。じゃあ詳しく説明するでよ。てなわけで、今説明したやつが必要な肥料だぎゃ。肥料は聖地カリにあるでよ。場所も地図に印つけといてやったでね。この塔をずっと下に降りていきゃたどり着くでよ。肥料集めよろしく頼むわ。わかった、行ってくぞ。カリン様にゃ先祖で世話になってっかんな。こりゃ調整水か。でもこの中身ただの水なんだよな。カリン様からこれを奪い取る修行したけんど、すんげえ苦労したんだった。やじろべえのやつ、いつもここで何やってんだろうな。修行って感じでもねえしな。ああ見えてヤジロベエのやつ、刀はすご腕なんだよな。初めて会った時
魔物をバッサリ切っちまったしな。修行すりゃもっと強くなるんだけどな、あいつ寝てんかな。先祖で世話になってっかんな。たまにゃオラも手伝わないとな。よし、ヤジロベのやつ、いつもここで修行って感じでもねえしな。いるな。おめえやるなら相手になぞ。ああ見えてヤジロベのやつ、刀すご腕なんだよな。初めて会った時魔物をバッサリ切っちまったしな。なるほど、ヤジロベのやつこれが嫌で頼んできたんだな。ま、いい運動になったからいっか。あったあった。ヒヒヒ、いいもん手に入ったな。いいもん手に入ったな。取ってきたぞ。やってくれると信じてたでよ。ちょっと待ってろな。頼まれとったやつ取ってきたんだわ。バカモン、それは悟空が取ってきたんじゃろうが。楽ばかりしようとしようってからに。おい寝てたんじゃ。瞑想しておっただけじゃ。まったく、お主には一度ガツンと反省させねばな。どんな仕置きをするべきかの。そりゃあにゃあわ。ともあれ、ご苦労じゃったな、悟空。また先祖が育ったら分けてやろう。お、頼んだ、神様。遅くなっちまった。ピッコロたちんとこへ急がねえとな。やThank you.
いね間ピッコロにはご飯の修行を任せっぱなしになっちゃって悪いことしたな。相当厳しく鍛えてくれたみてえだし、いや、よし。ご飯もすっかりピッコロに懐いてるし、あいつらいいして。お父さん、わりわり、さて修行始めっか。よし、それじゃ二人まとめてかかってこい。二人まとめてだと？なめられたものだな。ご飯、本気でやるぞ。やつに一泡吹かせるつもりで思いっきりやれ。はい。おめえたちの力見せてもらうぞ。ガキの頃からあのベジータやフリーザを相手に戦ってきたんだ。強くもなるだろう。だな。
校にいるとピッコロさんと修行してた時のこと思い出しますね。お前がメソメソ泣いてたことか。そんなそうか、おめえたちオラが死んじまってた時ここで修行してたんだな。うん、ピッコロさん厳しくて使えんガキには用はなかったからな。まあ少しは使える程度にしてやったが。すまねえなピッコロ、おかげでご飯もここまで腕上げることができた。もしかしたらあっちゅう間にオラたちよか強くなっちまうかもしんねえな。お父さんたちを超えるだなんて。ふん、それくらい強くなってもらわなければ困る。今度オラもしっかり修行つけてやっかんな。3年後みんなを驚かせてやろうぜご飯。は、はい。そういえば他のみんなはどんな修行してるんだろう。ベジータの野郎は相変わらず一人で生きがっていたようだな。なに、ベジータなら大丈夫だ。奴が修行したという重力をコントロールできるトレーニングルーム、あれさえあればあんなものを作れるのはあの女の親父だけだ。どこにいやがる。あの女の親父はどこだ。